はい、おはようございます。ギバーチャンネルケンジです。今日も朝練を頑張っていこうと思います。今日も引き続きスイッチでトリックをね練習していこうと思います。オーリーだけはねいつも通りスイッチもレギュラーも飛んで頑張っていこうと思います。最近またねデッキとウィール変えたんで高さが高くなってちょっとテールの弾き方がおかしいかなと思うんですけどね、少しずつ慣れていこうと思います。じゃあね早速マニュアルしていこうと思います。その前にねもしチャンネル登録されてない方いましたらチャンネル登録の方をお願いします。ギバチャンネルではねスケートボードに関することハウトゥーだったりね遠征だったりおっさんのね練習風景だったりいっぱい上げてますんでチャンネル登録お願いします。早速マニュアルやってみようと思います。スイッチテールマニュアルノーズもやってみよう。おわテールの高さが変わるとね、こういった弾きミスが出るんで怖いですね。頑張ろう頑張ろう。後ろがね少し当たったんですけど、ここ最近ではね一番上出来です。あとはスイッチテール、はい、テールも決まったんで次やっていこうと思います。オーリーかな。じゃあですね、行きはスイッチ、帰りはレギュラーでオーリーしていこうと思います。あー暑い暑い暑い。はい、じゃあ一段アップです。なんかスイッチの方はね体が痛くないですね。レギュラー股関節が痛いな。まあ筋力不足ですね。頑張ります。あ危ない。一回ね風邪ひいたのとウィールでさらにねテールが遠くなったのがちょっと原因か、少しオーリーが乱れてます。ちょっとずつ慣れるしかないかな。こんな低いのにね頑張ろう。オッケー、最後一回挑戦します。なんとか決まりました。最後ねヒッピージャンプでもっと空中で変なポーズ取りたかったけどね全く余裕なかった。じゃあ一応ね飛べたんで次はボックスやっていこうと思います。はい、じゃあボックスやっていきます。で何めっちゃ低いのでやってんじゃんと思われるかもしれないんですけど、ねオリンピックでもね得点の高いスイッチなんで許してください。スイッチでも低い自分もそう思います。1ヶ月後見ててください。普通のボックスで絶対やってみせますんで、よし頑張ります。
なんとかできました。きつい。最初の方からね結構かかったんで、もっと早く決まるかと思ったんですけどね、やっぱりねビビって乗りすぎますね。少しずつ修正していきます。さあ最後ちょっとだけ回して終わろうと思います。じゃあ最後ちょこっとだけ回して仕事行こうと思います。暑い。テールの距離が違うのか調子悪いんで、回さないでフラットトリックちょっとやって終わります。最後ね、ノーリーポップ、気持ちいいの決まったら終わろうと思います。はい、今日はこんな感じで終わろうと思います。眩しいのと疲労で情けない顔になってるんで装着やっぱりね、ちょっとまだ風が完璧じゃないんで、鼻詰まってるせいか酸欠気味になる気がするね。きつい。まあ皆さんもね、健康管理しっかり気をつけてね、夏バテとかならないようにスケボーね楽しく上達していきましょう。自分はね本当風邪ひいたせいで調子悪いっす。でもね少しずつ取り戻していこうと思います。じゃあ次回もね練習頑張っていこうと思います。で近々ねビギナーの方向けのね初めてのオーリーとかもね動画作ろうかなと思います。初めての止まってオーリーかな作ろうと思うんで、もしねそういったものが気になる方、まあ気にならなくてもね、チャンネル登録されてない方いましたら登録の方お願いします。コメントとかねいいねの方もよろしくお願いします。じゃあまた次回のビデオで会いましょう。バイバーイ。